ウンディーネは1811年に発表されたフリードリヒ風家の中編小説。水の精霊ウンディーネと騎士フルトブラントとの恋とその悲劇的な結末を描く幻想譚である。ゲーテから賞賛を受けたのをはじめ作者の生前から広く読まれ、多くの絵画、舞台、音楽などの題材となった。不景はこの物語の転気としてパラケルスによる 古文献を挙げており、またパラケルスが取り上げているシュタウフェンベルクの妊婦の物語も着想のもとになったと考えられる。とある人里離れた岬で置いた漁師が釣りをしていると、不吉なものが住むと言われる森を通り抜けて、騎士、フルトブラントが現れ、一晩の宿を求める。フルトブラントは、老夫婦の家で、養子である不思議な少女ウンディーネと出会いたち町恋に落ちる。 次の日から、大水が起こってフルトブラントは、漁師の家を出られなくなるが、その滞在の間に、ウンディーネとの仲を深めていき、ついに、彼女と結婚することが決まる。結婚翌日の床でウンディーネは、自分の正体は、水のせいであり、大水やその間の不思議な出来事も、自分の仕業だったと打ち明けるが、フルトブラントは変わらぬ愛を誓い、ウンディーネを妻として町へ連れ帰る。 街ではもともとフルトブラントのことを慕っていた、貴婦人ベルタンダが彼を待っていた。フルトブラントがウンディーネを連れて帰ったことで彼女は、失望するものの、ウンディーネとは、気が合い、打ち解けた仲となる。しかしベルタルダの、黎明日に、祝いの席でベルタルダの本当の両親があの置いた、漁師の夫妻であることを明かすと、ウンディーネの案に違ってベルタルダは激高し、訪れた。 老夫妻に罵声を浴びせてしまう。この出来事からフルトブラントたちはいたたまれなくなり、上の振る舞いから、育ての親からも生みの親からも感動されてしまったベルタルダと共に自分の城に引きこもってしまう。リングして天の城で生活するうち、フルトブラントの心は次第にベルタルダの方へ傾いていく。 ウンディーネはベルタルダの窮地を救うことで一時フルトブラントの情愛を取り戻すが、その後三人でウィーン旅行に行った際、ウンディーネの存在が元で水のせから様々ないたずらを仕掛けられ、ついにフルトブラントは水の上でウンディーネを叱ってはいけないという精霊界の掟を破ってしまう。ウンディーネは掟に従い、嘆きながらフルトブラントの元を去り水の中へ帰っていく。 ウンディーネを失ったフルトブラントは悲しみに暮れるが、やがてベルタルダへの愛が蘇り、彼女との再婚を決意するに至る。夢に現れて必死に懇願するウンディーネの努力も虚しく、フルトブラントはベルタルダと婚礼の式を挙げてしまい、ウンディーネは精霊界の起手に従いフルトブラントの命を奪わなければならなくなる。花嫁の根に向かおうとするフルトブラントの前に、 白衣の女がふに現れるが、それが、ウンディーネで、フルトブラントは、彼女と口づけを交わしながらその腕の中で生きたえる。水曜期、柴田自三郎役、岩波書店、1978年。ISBN978 から40億324万1516。ありがとうございます。